今回は子どもの生活が乱れやすい今の状況において、それをどのように整えていくかについて話をしたいと思います。主に保護者の方がどういうふうにサポートをしていけばよいか、そのことについて考えます。まず、一日の過ごし方を子どもが主体となって決めることが大切です。そして、その計画がどれぐらい実行できたのかを振り返り、必要に応じて計画を修正することが大事です。より大切だというふうに思うのは、いかに規則正しく毎日を過ごせるかではありません。日中の活動は日によって変わることがありますし、優先順位を変えてすぐにやらなければならないことが発生したりします。大まかな予定を守りつつも、毎日柔軟に調整していくことも大事です。そうしたコントロールする力が大人になってからきっと役に立ちます。それでは、順にどうすればよいか説明していきたいというふうに思います。最初にしてほしいのは、子供と一緒に一日の基本的なタイムスケジュールを決めることです。このような一日の予定表を作ってはどうでしょうか。決めるのは、まず、起床時刻、就寝時刻です。十分な睡眠時間を心がけましょう。それから、食事や入浴など、生活に必要な時間を入れます。そして、勉強や宿題をする時間、運動の時間を必要な分だけ決めます。一日2時間は勉強するなど、目標とする時間を先に考えて、時間帯を割り当ててもいいかもしれません。テレビやゲーム、趣味の時間など、余暇の時間やストレス発散も大事です。また、お手伝いや読書のような家庭独自のルールを決めて、必要な時間を設定します。自由時間のような何も決めておかない時間を入れるなど、余裕を持ったスケジュールにしておくこともポイントです。この時に大事なのは、保護者が決めないということです。もちろん、特定の時間が長すぎたり、また逆に短すぎたり、予定に無理があるなど、子供は全体を俯瞰して予定を作れないかもしれません。この時に、例えばこの時間が足りないんじゃない？のように再考を促したり、親としての希望を伝えるなど、提案したりするようなことは構いません。しかし、それが強制にならないように注意して、子供自身が決めることが重要です。子供が決めることで守る責任が生じます。夕食の時や夜の団らんの時に一日を振り返る時間をとってください。今日は予定通りに過ごせたの？といったような一言で十分だと思います。そしてできていたらしっかりと褒めてください。今は家の外での活動が十分にできないような状況なので、子供も褒められたり、達成感を得たりするような、そういう機会が減っています。少し大げさに褒めるぐらいでいいと思います。問題は実行できていない場合です。その時も責めることはせずに、どうしたらいいと思うかを考えるように促してください。子供自身は生活リズムが大事なこと、勉強する必要があることや、ゲームやスマホの時間はほどほどにすべきといったようなことは理解しているものです。守れるようにするにはどうするかを子供自身が考えて、無理あるところは修正していけばよいのです。できれば1週間ぐらいの単位で生活の振り返りをして、必要な修正ができるといいと思います。そして、そうした生活を調整していくような力は子供の学習にもプラスになります。こうした生活をコントロールすることは、学校が再開しても大切です。それができるように、そういう力が育まれるように、今のタイミングで生活リズムを整える練習をしてみてはどうでしょうか。